こんにちは、ゆうたです。今回は国語完全攻略ということで、この動画1本で国語の成績を短期間で伸ばす具体的なノウハウを完全解説していきます。皆さん、こんなお悩みありませんか？国語の成績がずっと伸びない、長文の活字を追いかけているだけで内容を理解できていない、塾の先生からは国語は慣れだから仕方ない、読解力をつけるには時間がかかるなどの曖昧なアドバイスしかもらえなくて困っている、こんなお悩みありますよ。これはあまり教えたくはないのですが、実は国語は伸びるのに時間がかかるというのは嘘なんです。国語は誰でもすぐに伸びる科目です。なぜなら解き方さえ知っていれば問題は解けてしまうからです。確かに国語力を高めるには時間がかかりますが、解き方は短期間で身につけられますからね。そして今回はこの解き方のコツを完全解説していきます。今回紹介する方法を知らずにいると非効率なやり方で勉強を続けてしまい、貴重な勉強時間が無駄になる。国語力をつけるなどの時間がかかる方法しか知らずに、肝心の得点を伸ばすことができない、伸びない原因が分からず一生国語の成績が低いまま、こんな状況に陥ってしまいます。でも安心してください、今日の動画で国語を9割以上完璧に理解することができます。中にはこの動画をきっかけに偏差値40代から次の模試でいきなり偏差値60を超える子も出てくるかもしれません。僕も以前は国語が苦手で長文も頭に入ってこないし、文章を読むスピードも遅くて最後まで読み切れず、国語は偏差値38ほどしかありませんでした。もう全く国語ができなかったので、伸び悩んでるこの気持ちがめちゃくちゃよくわかります。しかし得点につながる解き方を知ってからは、国語ってこんなに簡単なの？という感じで、たった6ヶ月で偏差値38から64まで伸ばすことができました。また僕だけではなく、この方法を実践した生徒たちも国語の偏差値60を安定して取れるようになって、第一志望校合格率 91% の圧倒的な成果を出すことができました。今回お伝えするのは、僕の生徒が実際に成果を出してきた確実で具体的なノウハウです。もし皆さんが国語の YouTube 動画はいろいろ見たけどいまいちだった、すぐに得点力アップにつながる具体的な方法を知りたい、国語が苦手な子供にも分かるように基礎から丁寧に説明してもらいたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。ということで今回はこのような流れで話していきます。実際の文章問題を例に出しながら、具体的な解き方もしっかり解説していきます。また今回はお子さんに問題を解いてもらう実践形式で進めていくので、以下の注意点を守っていただかないとお子さんは絶対に理解できません。特にまずは親御さんが一通り見てからお子さんと一緒に見ること、効果が半減するので必ず最後まで一気に見てもらうこと、この2つは特に注意して動画を見てください。今回は国語が苦手な子にも分かりやすいように、ポケモン、ドラえもん、スパイファミリー、鬼滅の刃などの例を出して説明していきます。それでは行きましょう。まずはこれをやれば偏差値10アップ、入試に出やすい問題3選について話していきますが、その前に皆さんに質問です。皆さんの国語の点数が伸びないのはなぜだと思いますか？記述が書けないから、読むスピードが遅いから、漢字が苦手だから。今このように考えてしまった方、実はどれも違います。国語の点数が伸びない本当の理由は読解問題が解けないからです。なぜなら読解問題は1問あたりの配点も高いですし、記述や漢字に比べて正解しやすいからです。だって皆さんも選択肢の問題2択までは選べるんだけど、そこからいつも間違えちゃう、あといいで迷ったんだけど正解はいだったみたいな経験ありませんか？これってもう少しで点数になるので惜しいですよ。もし正解できたら偏差値も高くなります。つまり分かりやすく言うと、国語の点数を伸ばしたいのであれば、配点も高くて正解にしやすい読解問題からやるべきだということです。でもその読解問題が難しいんだよ、そう思いましたよ。そこで今回は入試に特に出やすい読解問題3選を紹介して、その解き方まで丁寧に解説していきます。入試で出やすい問題は以下の3つです。下線部の理由を答えなさいという理由を聞かれる問題、これとありますが次からふさわしいものを選びなさいという指示語を聞かれる問題、下線部とありますがこれはどのような意味ですかという言い換えの問題、この3つが主に聞かれる問題なので、これさえマスターすれば偏差値プラス10はすぐにいけます。なんだか難しそうだなと思うかもしれませんが、実はこの3つの問題は解き方さえ知ってしまえば簡単に解けるんです。それぞれ詳しく解説していきます。まずは理由を聞かれる問題の解き方についてです。皆さんも先生から根拠を考えなさいと言われたことありませんか？でも実は根拠を考えるのは完全に NG なんです。それでは一生国語ができるようにはなりません。ズバリ正しい解き方は、根拠は考えるな、本文から探すべし、これです。つまり理由や根拠を自分の頭では考えずに、本文中に書かれていることから探し出せばいいんです。根拠を本文中から探すのなんて知ってるよ、それ塾の先生からも言われたよ。そう思った方に質問なのですが、なぜ根拠を本文中